お待たせいたしました。それでは本日のゲストスピーカーでいらっしゃいます佐藤雅美さんをお迎えいたします。それではこれより作家そして元外務省主任分析官でいらっしゃいます佐藤雅美さんの記者会見を始めさせていただきます。冒頭佐藤さんより10分程度お話をしていただきます。その後会場からの皆様の質問をお受けいたします。なお繰り返しになりますが、より多くの方の質問の機会を提供するため質問は簡潔にお願いします。そして1人1問でお願いいたします。なお時間のある場合は2問目以降も可能でございます。またゲストスピーカーが話している最中にそれを遮る発言はおやめください。持論などを展開しないようお願いいたします。それでは佐藤さん、よろしくお願いいたします。おはようございます、佐藤勝です。雨の中足を運んでいただいて本当に感謝します。昨日の小沢さんの無罪判決なんですけども、これ面白いですよね。鈴木宗男さんの有罪が確定して収監が確定した時、このテレビなんかでは町の声を拾っている時には大体半々ぐらいでしたよね。それから新聞の論調っていうのも両論が平気だったと。ところが今回小沢さんは無罪であるにもかかわらず、新聞の社説、今日私まだ東京新聞は読んでませんけども、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、日経新聞、産経新聞、これいずれも非常に厳しい社説を立てているということなんです。ただここでですね、ちょっと違う社説を一つ見つけられるんですね。それでむしろ私がいろいろ話すよりもこういう社説もあるのかっていうことで読み上げてみたいと思います。これは今日の沖縄の琉球新報の社説です。小沢判決、検察の闇が裁かれた。全面可視化しか道はない。裁かれたのは検察の深い闇だ。そう受け止めざるを得ない。政治資金規正法違反罪で強制起訴された小沢一郎民主党元代表への判決で、東京地裁は無罪を言い渡し、検察の手法を厳しく批判した。供述を検察が捏造したことが明らかになったからだ。大阪地検の証拠改ざんもあった。断罪されたのは検察の体質そのものといえる。もはや検察の聴取は信頼できない。取り調べを全面可視化するほか信頼回復の道はないと法務当局は認識すべきだ。今回捏造された供述はそのまま検察審査会に送られ、強制起訴の根拠となった。検察審査会の在り方も議論すべきだろう。この裁判の最も重要な瞬間は小沢氏の弁論ねではなく、むしろ田代正弘検事の証人尋問だった。去年12月の後半で田代検事は事実と異なる捜査報告書の作成を認めたのだ。ここのところで私も本当にそう思うんですよ。この裁判の最も重要な瞬間っていうのは小沢さんの釈明であるとか判決ではなくて、この田代正弘さんという検事が証人尋問で捜査報告書に事実と異なることを書いたんだということを認めた、ここのところだと思うんですね。琉球新報の社説続けます。2010年5月、田代氏は元小沢氏秘書の石川智弘衆院議員を再聴取した。その報告書には、あなたは国会議員、ヤクザの手下が親分を守るような嘘をついてはいけないと検事に言われたのが聞いたと石川氏が述べ、小沢氏の関与を認めたかのように記した。だが石川氏はカバンに録音機を忍ばせ隠し録音していた。そのため
このためそのような応答は全くなかったことが証明できた。